V12 搭載の少量生産モデル。アストン・マーティンが新型スポーツカーの DBR22 を発表した。1950年代に活躍したレーシングカーへのオマージュとして、同社のオーダーメイド部門である9倍アストン・マーティンの設立10周年を記念して開発された。 DBR22 の実写は、米カリフォルニア州で開催される自動車イベント。モントレーカーウィークで初公開される。バルカン、バンテージ V600。ビクターなどの少量生産ないしワンオフ車に続く限定モデルとなる。予定される生産台数は、アストン・マーティンの旧部門設立10周年にちなんで10台のみ。 価格は1台あたり約150万ポンド、約2億4千万円とされている。旧部門は、こうした希少車の開発だけでなく、アストン・マーティンの量産車のカスタマイズやパーソナライズも手がけてきた。デザインとしては、1959年のルマンで優勝した DBR1 やデシベル 3S から影響を受けたレトロな雰囲気が特徴的。 アストンの量産車とは異なる独自のスタイリングをとっている。ルーフレスのスピードスターではあるが、リアデッキのエアロダイナミクスを高めるツインナセル。カーボンファイバーのブレードがついたフロントグリル。14本スポークの特注22インチセンターロックホイール。ラップアラウンド型テールライトなど。 昨年発売された V12 スピードスターとは容易に見分けがつけられる仕様となっている最高出力 715PS レーシーなコックピット。搭載されるパワートレインは V12 スピードスターと同じ 5.2LV12 ツインターボ。最高出力 715PS と最大トルク 76.7kgM を発生するようにチューニングされており、 このパワーとトルクは独自のキャリブレーションを施した8波や AT を経由してリアークするに送られる。結果、例、時速 100km 加速は3.4秒。最高速度は時速 318km となる。アストン・マーティンは、ドライバーとこのエンジンの間にあるのはスリップストリームだけで、強烈な感覚を呼び起こします、と述べている。 インテリアも特注のデザインだ。二つのデジタルディスプレイを備えたダッシュボード。カーボンファイバー製バケットシート、素材と色のバリエーションが豊富のほかカーボンファイバーをふんだんに使用したレーシーなレイアウトとなった。アストン・マーティンによると、DBR22 はそっけないレーサーではなく、 行動でもサーキットでも運転するのが楽しいモデルであるという。また、DBR22 に見られるデザイン要素は今後の量産車にも導入される可能性があるとのこと。同社のチーフクリエイティブオフィサーであるマレクライヒマンは DBR22 について次のように語っている。DBR22 はスピード、臨性、スピリットに満ちた熱血。 純血のアストン・マーティンスポーツカーであり、将来のアイコンの基礎となるマシンだと考えています。